ですね、こちらの、フェンダーを叩いていきます。叩くといってもですね、爪折りをするんじゃなくてですね、爪折りをされてますので、それでこちらがですね、少し若干、外側に浮いてしまってますので、これを、元の爪に戻します。それでこれを叩いて、パテをつけて、直すという感じになります。これ爪折りはですね、やっぱり太いタイヤ履きたいので爪折りすると思うんですけども、これ爪折りしたところにですね、結構泥が溜まったりとかしてですね、砂とかですよね、土とかが溜まったりして、それが泥になって、それがずっとそこに、濡れてるわけですので、そうするとそこがすごい錆びやすくなってしまうので、爪折りもですね、きちんとですね、防錆をしてやるんでしたらまだいいんですけども、なるべくでしたら爪折りの方はしない方が、いいと思います。これは、個人的な感想、意見ですので、参考までにしてください。これから、こちらの方を、板金していきます。こちら、爪折りをするんではなくて、爪折りがなされているところを、ノーマルに戻すという板金になります。爪折りしたせいでですね、ここが盛り上がってしまって、ちょっとラインが崩れてますので、それを直していくっていうのも、あります。爪折りもですね、結構やり方がいろいろありまして、爪を折らずにですね、もう切ってしまってそこを溶接してしまうっていう手とかがあるんですけども、それでしたらですね、この折り返しのところにですね、泥がたまりませんので、結構、私的にはそっちの方がいいと思ってるんですけども、やっぱり爪折りって結構、ただ曲げるだけなので、簡単なんですけども、後々のですね、トラブルとか、だいぶ先のトラブルですけどね、やっぱり錆びさせないっていうのがですね、一番ですので、爪折りこれからなさる方はですね、よく、いろいろ動画とかですね、インターネットとかで調べてですね、行うようにしてください。でそれではですね、まずこれ工具入りませんので、タイヤを外して、車庫帳が入ってますので、この、ローターとかが邪魔になりますので、車庫帳の下のボルトを抜いてですね、これを下げて、で作業していきます。こちらですね、ここがちょうど出っ張ってるところですね。これがちょっと出っ張ってますね。これを、引っ込めながら
爪を戻していきます。こういったですね、板金の道具をつかみと呼ばれてるやつなんですけども、これを使って、まずグイグイと戻しておきます。こちらでですね、ある程度起こして、きっかけが作れましたので、これから、当て板を使って、もうちょっと起こしていきます。
それではですね、大体叩きが終わりましたけども、まだですね、このやっぱり叩くとですね、この R なのでどうしてもな、直線ではないので、どうしてもですね、こう波がこう打ってしまうんですね。ですのでこれはですね、こうパテ研ぎながらですね、ちょっとパテを薄くつけてですね、平らにしていきたいと思います。ここは、平らにするんですけども、こっちはですね多少こう、まあ、裏側なので、多少こうなっててもですね、なるべくこっち側はパテつけない方がいいので、ちょっと整えながら作業しながら、整えて、まとめたいと思います。とりあえずですね、これからこれすってですね、パテをつけます。